はい、こんにちは、パソケンです。今回この動画では Windows 10でインターネットエクスプローラーなどのお気に入り登録をですね、Microsoft Edge の方にインポートする手順についてご紹介していきます。Microsoft Edge の方にお気に入りのデータをですね、インポートするためには、まずはじめに Microsoft Edge を起動していただいて、そしてこの上段にですね、お気に入りのアイコンがあると思うので、こちらをクリックします。もしお気に入りのアイコンが表示されていない場合は、その右側の方にですね、点点点のアイコンがあるので、こちらをクリックしていただくと、このようにメニューが表示されるので、この中にあるお気に入りをですね、クリックしてください。そしてお気に入りを表示させたら、お気に入りのアイコンをクリックした後ですね、さらにこの画面の右上にあるこの点点点のところをクリックし、メニューを表示させます。そうするとこの中にですね、お気に入りのインポートという項目があるので、こちらをクリックします。で、別のタブで設定という画面とともに、ブラウザデータのインポートというですね、画面が表示されるので、ここにですね、まずはじめにインポート元となるものをですね、指定していきます。もともと使っていたブラウザで、そのお気に入りをですね、この Microsoft Edge の方に移動してくるわけですが、このインポート元というのはですね、もともと使っていたブラウザをですね、指定してあげることで、そのブラウザにあるお気に入りのデータをですね、この Microsoft Edge の方に移動してくれるということになるので、以前使っていたブラウザをですね、指定してあげます。で、こちらをですね、クリックしていただくと、その他のブラウザもですね、このように表示されるので、ここから以前使っていたブラウザを指定してあげるか、もしくはもともと使っていたブラウザの方でお気に入りデータのエクスポートを行って HTML ファイルとして取っていたものをこちらの Microsoft Edge の方に移動させたいと、インポートしたいという場合は、お気に入りまたはブックマークの HTML ファイルを選択してあげます。そしてこの状態にしたら、下にあるファイルの選択をクリックします。そうすると開くというものが表示されるので、ここからですね、その対象のインポートしたいお気に入りデータのこの HTML ファイルをですね、選択してあげてください。で、今回はですね、 Google Chrome のお気に入りデータをこの Microsoft Edge の方に移動していきたいと思うので、 Google Chrome を選択してあげて、そしてこの状態になったら、まずですね、インポートする項目を選択するんですけれども、今回ですね、お気に入りだけをインポートしていきたいと思うので、初期設定ですと、すべてのデータですね、このように保存されたパスワードとか個人情報とか、閲覧の履歴とか、そういったものもすべてインポートされるんですが、こういったものですね、今回はインポートしないで、お気に入りのみをインポートしていきたいので、こちらすべてチェックを外していきます。そしてお気に入りまたはブックマークのみにチェックを入れた状態にしてですね、この状態で画面下にあるインポートのボタンをクリックします。で、インポートの方が完了すると、すべて完了しましたと出ますので、右下にある完了ボタンをクリックします。これでインポートの方が完了となります。で、インポートの方が完了したらですね、もう一度画面右上のこのお気に入りのアイコンをクリックしていただくと、今インポートしてきたお気に入りのですね、データがこのように表示されているのがわかるかと思います。またこの時ですね、お気に入りを常にこのブラウザ上段のところにブックマークバーとしてですね、表示させたいという場合は、このお気に入りのアイコンを一度クリックしていただいて、そしてお気に入りのメニューの右上にある点々点のところを一度クリックします。さらにこちらのですね、メニューからお気に入りバーの表示というものがあるので、こちらをクリックします。そうするとお気に入りバーの表示という項目が出るので、今現在ですね、新しいタブのみとなっているんですが、常に表示させたい場合は、この常に表示のところにチェックを入れてあげることで、今までですね、この表示されていなかったこのお気に入りですね、が表示されるようになりました。で、こちらにチェック入れた後は、右下の完了ボタンをクリックします。そうすることで、このお気に入りのアイコンをクリックしなくてもですね、常にこのお気に入りのブックマークバーですね、お気に入りのバーが表示された状態で、こちらからお気に入りのサイトにアクセスすることができます。で、今行った方法以外に、以前使っていたブラウザ全てのお気に入りのデータではなくて、デスクトップにですね、いつも開いているショートカットアイコンを作成して、このようにですね、例えば Yahoo Japan をいつも見ているから、デスクトップにYahoo Japan の URL のショートカットアイコンを作成していて、こちらをクリックして、
表示していたという場合で、このデスクトップにあるアイコンの URL をですね、マイクロソフトエッジの方のお気に入りに追加したいという場合は、このデスクトップにあるアイコンをですね、左クリック押しっぱなしの状態でこのようにドラッグしていき、ブックマークバーのところにカーソルを持っていったらこちらで離します。そうすると今ですね、このデスクトップにショートカットアイコンを作成したサイトのですね URL のお気に入りがですね、このマイクロソフトエッジの方に追加されました。このようにですね、一つずつショートカットアイコンをですねドラッグしていくことで、このブックマークのところにお気に入りをですね追加していくこともできます。